ある村に角を生やした大男が現れました。村人は力持ちの大男をまれびとと呼び崇めました。しかし次第に恐れられ、ひどい目に遭ってからは人々を襲い始めた。ついには鬼と呼ばれました。そこである若者が鬼に立ち向かいます。若者は黄金色の石をたくさん集め、キラキラと光り輝く不思議な刀を手に入れました。そして誰も倒せなかった鬼をその刀で斬りました。鬼を殺した若者はその刀を残し、
危なかったな。もう少しであやかしになっちまうとこだ。待ってたぞ。あのフニ、読んでくれたんだ。俺はトウキシロ。お前の名は？ヒデか。よし、じゃあヒデの字な。呼びやすいだろ。知恵を頼りに霊石を売り歩く俺にはいつしか猿が取り付いた。お前はあやかしを倒すあやかしだけど、宿っている魂は紛れもなく人だ。俺たちはきっといい相棒になれるはず。下船だとか寛容だとか、そんな世評は笑い飛ばせ。一緒になりやがってでっかい夢を見てやろう。さあ、どうする？よし、どうせ行くとこないんだろ。来いよ。しかしすっげえな、あんなごついので、喋れないのは何かわけが。あ、すまん。ま、いろいろあるわね。こちらが十三桜での仕入れの品になります。悪くない輝き、なかなかの一品じゃ。やはりお目が高い。さすが道山様。これからもご贔屓に。霊石には少々鼻が利きます。猿のくせに鼻も利くとはな。調子のいいやつめ。いずれは私めも道山様のように仏の前で肉を食うほどの豪気さを身につけたく思うとります。妙なおだて方をしよって。そこまで気負うなら新しい仕事があるぞ。キキーキキキキキキ。ぜひともこの猿藤吉郎めにお任せあれ。
ち着けって。詳しい話はここを離れてからだ。おっと、腹ごしらえでもしながらでどうだ。ん、というわけでこいつは敵じゃないってことだ。で、あやかしまで引き連れて何がしたいの？俺が？俺はな、大空に輝くでっかいお天道様になるんだ。とんだ山しね。要は誰にも負けんほど偉くなってやるってことだ。私は一匹でも多くあやかしを借りたい、それだけ。ちょっと待て、仲間になるのが嫌ならここは藤吉郎流。どいて。銭を払う。雇われてくれ。こんなはした金で？え、とんだ勘違いね。今度会ったらあいつは殺すから。おい、ちょっと。ひどい有様だな。そこら中壊されてる。辺りには吉達軍の人間だけじゃなく、あやかしまでいるようだ。吉達は道山様の集めた霊石を奪うためになりふり構ってはいられないみたいだ。
昔の女と出会ったあの日まではわしはあやかしを滅ぼすソハヤの刀を打ち砕き、それまでの名も捨てた。刀の与える不死の魂なぞ生死、共に誓ったは神王が融和して暮らせるよう。霊石を集め、横島な者の悪用を防ぐは、その誓いを果たすため。後で払ってもらう。ミノより落ち延びてまいりました商人の藤吉郎と申します。隣は仲間の秀千代。この度は拝謁をお許しください。誠に恐悦にございます。ウヌは汎用か。よく顔を見せよ。初めて見る光じゃ。お主ら二人、今日からこの信長の客となれ。お分かり、感謝いたします。おい、して父の最後はいかようであった。マムシらしゅう毒をまき散らし、立派に行かれたのであろう。